ここか、見つけ、これこれですね、見つけた。今日の、あ、ポンコちゃん映っちゃった見つけたぞ。今日も暑かったね。さて今日はですね、湿度がかなり高かったんですね。あ、もう敬語使っちゃった今日も暑かったね。ジメジメムシムシ感じる一日だったけど、湿度はどれくらいなんだろう。そんな時はウェザーニュース熱中症対策しっかりとね、アプリからご確認くださいねえ、そんなこと言わないでください。今日はちょっとなんか今日はね、なんですよね。いや、直前まで迷ってなんかやりきれなかったですねいや、これみんなどういう設定でやってるのかな。私も見るんですよ。みんなね頑張ってて、なんかせんちゃんとかはやっぱり岩手の言葉、じゃーじゃーじゃーとか使ってましたね。方言、宮城の方言考えたんですけれど、あんまりね、分かりにくいんですよ。ちょっとイントネーションが変わるぐらいで、いやー暑かったね、だからねってそれぐらいなんですよ。分かりにくいんだよね。なんかもう盛岡とか茨城に比べると分かりにくいので、また今度チャレンジさせてください。